地獄、諸国宗宗教である。そこに宗教の天の人間を強く賢くする宗教であるね、真に求められるのはね。そこに宗教のための宗教ではない、人間のための宗教の基準がある。なるほど。一連長文、一連仏法は伝統徹頭徹尾、人間のための宗教だ。一番重視すべきはどこまでも安全の一人を救い幸福にしていく実践だ。苦しみ悩んでいる人を助けようとする慈愛の奉仕に徹する行動にこそ宗教の価値があるね。誰でも悩みもね、苦しみあるからね。悩みや苦しみを抱え、こちら、いつも救われる側にいた民衆がいつしか人々を支え、救う側に回り、柱になり、岩木になり、大船、大きい船ね、なっていく種子神ってことなのかな。世界中に民衆の柱、幸福の岩木、ね、希望の大船、大船か、大きい船ね、人材を生み出しているのは創価学会なのだ。ここにね、誇りがある。ここに人間革命の宗教の時代実証があるって。創価学会には民衆の苦悩の暗闇を破り、勇気と希望を与えゆく慈悲の対抗、大きい光だね、がある。邪悪を打倒し、正義を叫び抜く四縮があるね、死の叫びだ。宿命を転換し、自他ともの幸福を築きゆく信心の大革新があるね。これは大変なことだよね。